懲りない鳩ポッポ、散歩歩くと忘れる鳥だもの。もう政治的影響力皆無の鳩山幸男元首相は隣の某国に平子ら貴重の新聞がお気に入りらしく引用している。朝日新聞の調査で辺野古移設には新国立競技場6個分の費用がかかり、埋め立ての土砂の単価が1年で 1.5 から 1.9 倍に膨れ上がり、警備費は1日あたり1850万円で、米軍のダンスホールやボーリング場の建設費も入っていることが判明した。作っても一朝有事に役に立たない辺野古にこのような無駄遣いやめさせようと3月8日のツイッターは、政治主導と旗を掲げたが、戦後最悪の民主党政権初代総理大臣だった鳩山氏は在任時、過去の経緯を振り返ることもなく唐突に、最低でも県外と言い出した。沖縄返還後も日米安保条約の下で続く米軍基地を毛嫌いする沖縄県民は歓迎した。実は詐欺師が広げる大風呂敷のようなものだった。しかし、一旦決定していた約束ことは一辺の言葉で反故にできるほど薄っぺらなものではなかった。一回りしながら大混乱、日米関係までも不信に貶めた。結局辺野古に決めたのは誰だったか。それは鳩山自身だった。人並みの神経を持つ人間なら、沖縄県辺野古のことを言える資格はないと思う。基地外人と揶揄されるはずだと思う。ともかく国政の長にあった人物だ。ダボラ解説も大概になさいませ。ネットで見つけた鳥の分類説明がふさわしいので引用する。日本には謎の鳥がいる。その正体は見えないが、中国から見るとその鳥はカモに見える。米国から見ればその鳥はチキン、ヒヨは、に見える。日本ではその鳥は詐欺だと思われている。でもその鳥自身は、自分のことを鳩だと言い張る。かく言う私はあの鳥は日本の癌だと思う。年老い汚れたの場とは感染菌もばらまきそうな気がする。和とは平和の使者だそうだが適当に駆除したい。お聞きいただき感謝申し上げます。